続きですね。続きでちょっと今回し忘れちゃったけど、というわけでここが、ね、ドミナントっていう風に聞こえるので、ね、ここで半周しセーモール、このシのナチュラルが出てきたあたりでいいかな。ここです、セーモール。ここ音皆さんどうなってるかな。このままでいくとレのナチュラルのまま、間違えた、レのフラットが、セールド、なかなかすごい音がしますね。一応ちょっと待ってください、これ注釈が一応出てるから一応チェックしましょう。セール possibly natural but arguably一応まあね、これがレナチュラルで書いてある楽譜はないで、ありますありますか、ね、はいはいはい、これはセーモールっていうのは一つ明らかになる。ところがレフラットだとすると、うん、これ高級な音なんです。これ実は、これなんていうかわかります？セーモールで、ナポリ、ナポリです。これレのナチュラルでいることで、なんとよりよりレベルの高いこれはナポリの音になっていると。というわけでもう、あ、このレの音は別格に大事かもしれない。レフラットですね。N って書いて、うん。しかも左手見るとまたすごいことになってますね。セーモールは。でこれはラフラットは6、ピンポン、増6出てますね。ここも増6、ジャーマンなのか何なのかをいちいち考える時間が私もったいないので、ちょっと、まあ、増6とだけこうやって書いて、ジャーマンっぽくない、気になるけど、まあいいや。だから増6度もある、ナポリもある、すごいですよねこれ。でツーモールに、ここも楽節線引いた方がいいのかな。でベーモールから転調する時のすごいです、上がって上がって、さっき行くわけですね、行くんです。まあ先はしばらく、これ2回繰り返しましたっけ、ですよね。でツーモールで全く同じことが言える、この6と4、属七、属九っていうのはもう今書かないです。でもこうやって書こうと思えばさっき書いたのと同じ、これももういちいち書くと6があっていうね、同じですから、こうやって書いていけるわけです。でここでパッと左右が入れ替わるから、まあここっていうのは68小節目のアウフタクトからメロディーが左手に移るですね。ここまで来て、さてここでとっておきをご紹介したいんですが、ここをどう弾くってベートーベン何も書いてないですよね。ところがここにネタ本があるんですけれど、これが日本語翻訳されていて、原本っていうのの言い方もあれですけれど、こちらがドイツ語でシルダー先生、私師匠がこれを片手に持ちながらベートーベン勉強するというスタイルをとってらして、何かというとカール・チェルニーの著作で、ユーバーデン・リヒティゲン・フォアトラーク、何々について、正しい奏法か、でゼムトリヒエ、全ベートーベンのクラビア・ヴェルク、ピアノ作品だから、全ピアノ作、ベートーベン全ピアノ作品の正しい奏法という、正しい、リヒティヒっていうのは Right っていう英語と一緒かなと、 Right playing みたいな
まあ、そしてそれをツイッター上に、ここでも画面出せるようにしておけばよかった。ごめんなさい、ここ今日準備してなかった。するとですね、ここ何小節目でしたっけ。ですね、ツイッターお持ちの方は 見られますか、お隣の方と一緒に。それでここに第一楽章って言って、そうツイッターが入ってなかったら、あ、でも見れると、うん、まあまあまあ、あ、ごめんなさい、ここに書いてあるんですね。すいません、時間、厳粛、あのこの一楽章についてです。厳粛、劇場、興奮、力強さ、決断力に満ち、楽章と楽章の流れを中断するような無意味な走行が見当たらない、生き生きとしたテンポ、あまり早すぎないアラブレーレ。これは冒頭 のことを言ってますけれど、もちろん生き生きとしたテンポ、アレグロでいいんですけれど、あまり早すぎないアラブレーベ。アラブレーベって何のことだか分かりますか。2分の2。そう、2分の2。この曲は2分の2で書いてあるので、1と2、1、2っていう、これが本当に2、1、2が本当に早いと、ね、ね、2拍子、2分音符で拍子取ると、と1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、これがアラブレーベが早いのアレグロって。ところがここにそれをね、この楽譜見た時にそう間違える危険はあるかもしれない。この曲耳なじみあるから私このテンポでパッてやるんですけれど、ちゃんとあまり早すぎないアラブレーベってチェルニーが注意をしてくれてるんです。しかも104という104というメトロノーム記号もついていて、あ、スマホで撮影してると私メトロノーム出せなくなっちゃった。いや、出せる、こっちがあった、こっちがあった、もう機械をいろいろ駆使してですね、こっちにメトロノームあった、ん？2分音符？どっちでしたっけ、あ、ごめんなさい、2分音符でした。2分音符だと思います。ちっちゃくて見えにくいです。ちっちゃくて4分音符に見えました。これをチェルニーが104です。今私遅れましたよね、全然メトロノーム合ってなかったですよ。はい、チェルニーの言葉です。4小節目から8小節目の、フェルマータでいいのかもに向かってクレッシェンドと若干リタルダンド気味にして盛り上げてください。裏情報なんです。というわけで、何か楽譜に何が書き込めるか、4小節目に私の書き方ですけど CZ チョンって書いてチェルニーが言ってるよという、ここに若干のポコリタルダンドとクレッシェンドというふうにここに書けるんです。ずっと、まあ変な言い方だけど、点々点、ずっと点点点点点、このあたりまでゆっくりしていけと。クレッシェンドっていうのはフォルティシモが、ここがクレッシェンドはフォルティシモの後は聞いてないと思いますけど、ゆっくりしていくという。でこれは要するに T8 までね、 T8 ってごめんなさい、ドイツ語でタクト8っていうのは小節の意味なんですけれど、いかがでしょう、こういうこの裏情報がチェルニーすごく面白いんです。これ知らない人世界中で本当にほとんどだと思います。わざわざこのチェルニーの本をね、チェルニーなんてどうでもいいよっていうね人はいますが、でもちゃんと読めば読むほど
このチェルニーさんの全てを別にどこまで鵜呑みにするかっていうのは別で、ただ非常に参考に値する、なぜって本当ベートーベンのすぐ隣にいて、非常にで非常に謙虚で真面目なこのチェルニーさんが人に頼まれて書いたんですって。どうかベートーベンの死後あなたはベートーベン先生のそばにいたんだし、ベートーベンの正しい弾き方なんかどうぞ一冊まとめてくださいと言われて、そして書いたっていうふうに書いてます。でこの中に本当すごいのがピアノソナタがあって、変奏曲があって、バイオリンソナタがあって、チェロソナタがあって、協奏曲があって、しかもそれはドッペルコンチェルトやオーケストラとのファンタジーも含めて、そして歌曲もいろいろあったり、細かな曲、こういうの全作品を勉強することでそのベートーベンのその真髄に迫っていきましょう。これ全部書いてる、ほぼ室内楽までですよ。なんか何年越しでも私はここやりながら室内楽にも行こうと思ってますし、コンチェルトもあわよくば勉強進めなきゃというふうに、まさにベートーベン全作品7年って思ってます。私要するに2020年が生誕25年、250年、間違えた。で2027年は没後200年。ん？年齢計算しちゃいますですよね。まだまだまだ皆さん元気なはず、まだまだ大丈夫。まあとにかく何かでもそれぐらい時間かけてやる価値があるかなと。というわけで、私さっきから遅くしてるのは裏技を知ってるからなんです。今度大きくして、そしてフォルティッシモをで、ピアノになりながらもずっとゆっくりするんです。ここまで。すごいですよね。やりたくなっても。でもこれは裏付けがあるな、チェルニー先生。もう一個弾き方、左手困りますよね。これスタッカートは書いてないんです。スタッカートにするとここで一緒に音が切れるんですけど、で反復音なのでこれをペダルを適宜使って、これも不可能ではないんです。でもここまでやる必要あるかな、非常に迷っていて、迷っています。だけど一個だけ面白いこと言えるのは、これ四分音符でやっぱりスタッカートは私は良くないと思う。するとここで終わるって、そういえば何終止って言えるでしょ。これこの3小節目の話ですけど、なんかに聞こえてきちゃった。シンフォニーみたいに聞こえたんですけど、まあ属七で終わってますよね。この左手はそれだけでも、よいしょ、ここ半周止というフレーズが聞こえなくもないんです。そういえば、だからこれをスタッカートでって弾くのはこの意味がすごく薄れちゃうので、左、私はある程度の長さが必要。しかも最後に限ってはドミソシで、これこの瞬間、このね、ここまで伸ばしていてもいいんじゃないかと思ったりもします。弾き方に関してですね、今は。なので今日の私のおすすめとしては、クワジ
クアジレガート、マセンサペダル。なんでわざわざイタリア語になっちゃったんでしょうね。でもクアジレガート、まあ大体ほとんどレガートで、だけどペダルは使わないで、ハンプゾンっていうのはレガート、モルトレガートにするとペダルが絶対必要なんです。これは後で他の学習で出てくると思うんですけれど、そうなんです、他の場所で。と思いながら、ここにここと四楽章とリンクしてるのかもしれないとか、だから全く一緒にするべきかどうかも、それもまた迷うところですけれど、 こちらっていうのはあの非常にあの柔らかに歌う場所って、またチェルニーが言ってるんですけど、ここないわけにはいかないんです。ここは大いに使っていいだろうと。そこから戻ってきた時に、ここは指でなるべく伸ばしておくのがいいかなというふうにお勧めしたいと思います。でこれをやることでもうさらに面白いことがわかるのが、伸ばしておいて、これが大問題、このちっちゃな音、これ、この音どこで入れます？前段音ですね。前段音は2通り、これも白黒はっきりします。もしこれをちゃんと伸ばしているという指標がありますから、今4拍目っていうか、まあ、違うじゃん、2拍目裏っていうべきですよね。この4小節目の最後の音にここに重なってっていうのは、これは、ね、1拍目よりも前に出てるということになります。ところが前段音っていうのは前の小節に出さずに、消えた瞬間の1 1 1 1 1 1、これ実は昨日改めて気づいたぐらいですけど、私のおすすめは前段音は前にコケコケコケってなんか前になんか出さない方がいいと思います。ですね、津軽海峡、津軽海峡じゃなくて、津軽全部津軽海峡になっちゃうんですけれど、津軽海峡じゃないんです。拳は夜行列車降りた、このというわけで、このドア、この前段というのはもう拳です。拳って、演歌の拳ってこれじゃないんですよね。拳よって、津軽海峡って、まあこうやりたくなるのはわかるけど、漢字で書くと剣じゃないんです。小さな説、小説、まさに第何小説と書いて拳と読んで、この忘れちゃった、引っ掛けだったり回したりとか、いろんな拳の入れ方があると。それをあの歌手たちがここでこういう拳を入れ、こういう拳を入れたりっていうふうに、そこでそれぞれの音楽の味を出すという、非常にね、装飾音なんです。拳、演歌歌手に習うところがあると私は思っております。すると、
ドという音を、ね、左手ちゃんと四分音符で残しておいて休符入った瞬間に入れるという、こうしてコケってコって前に出さないで、ドラーを両方歌い切る。しかももう一個コツは、だからといってドが強くなりすぎちゃいけないっていうのもあるんですって。あくまでも引っ掛けてて、このこれが難しくてですね、イオンだったらのでなんだっけ、ドドこうやってイオンとしてこういう風に書いてあった時には、このちっちゃい音でも大事に強く弾くっていう、イオンはまだ別格に大事。ただこの場合このドはね、あのファラドの和声音だから不協和音じゃないっていう意味で、ここに思いを込めすぎなくていいんです。多分そういうことだ。ちっちゃい音はすごく大事なニュアンスとして、だからこの場合はイオンじゃないから、そんな大きくなく、だけど一拍目に1と2と1と2とこだわります。こうやって入れ方をこだわって、しかもアクセントがなるべくつかないように次もですね。これを調べてみると、もうちょっと飛びますが、再現部はね、いよいよ105小節ですけど、これこそですね、こうやって縦線で1本弾いて一緒にするといいかなと。この違う、ちょっと怖かったら、わかります？左手ちょっと、これは私の裏技です。個人的にぴったり合わせるってなかなか難しかったりするから、もしかするとこれバラすことでちょっとごまかす。だけどこれやりたくないんです。ね、前段音を前に出してばっかりではないっていう、ここにすごくこだわりたくてですね。そうなんです。そしてまあこういう場所になるとね、さっきはでしたよね。このこっちもう今話出ちゃったから、ボンここっていうのはよいしょ、あの再現部なんですね。ね、第一テーマが戻ってきたよと。ただこの場合はアフタクトないんですね。いきなりで一瞬パッと完全に音がなくなる。この左手は2分音符を伸ばしておいて、ここで一瞬このね、右手一人になるっていう、こういうちょっとした1回目との違いがあるわけです。音か休符って私言いますけど、音の伸ばし方でパッとここで音を話すと一瞬の音の空白ができると。ね、この休符の効果っていうのあるんです。パッてなくなるっていうのと、でここはあの、書いてないですね。ちなみに、そっかそっか。
ファソファの入れ方もぜひ考えたいところですよね。これ困ります。最初はもう勝手にやってればよかったので、1回目は休符だったから。ところが一緒になったとした時で、ファソファ前に出すのか、ただこれファってな名前ついてる音ですよね。これわかります、この響きで。イオン、ピンポン、イオンなんです、これで、ミで終わってるから何収支かというと、ね、同音で終わっている、ドミナントで終わっているということはハテナなんです。で、ついで言うとド、ファラド、ファ、ね、こっち左手はスタッカートがあるんです。ここも全部、これはこれもね、これも1回目と同じですけど、この場合はセーモールにになってないんです。半周期したまま、そのまま F モールのまま、ね、F モールで曲がおしまいになろうとしている F モールのままだなってことはちょっと書いても面白いかもですけど、もう一個ザ・セイラー、あ、セイラー、これイオンなので、ここでぶつけるのか、ではこれも答え出ないかもしれない。私が考えたのはミヨン、ミだけちょっと前に出して、このあたりで入れちゃおうかなとかですね。でも前に出すか、どっちがいいかな、はてな。その一つ一小節前のドパラドンっていうのは上のドで合わせました。これもですね、迷いですね。これは前に出てますよね。私はこの装飾っていうのが、頭っていうのがどうもそっちがバロックから来る、バロックから来る装飾音の伝統に近いと思うので、あえて言うとこっち、ドファラドってこうやって後ろでこうやって弾く方がいいかなという気はしています。これも絶対とは言い切れないんですけれどね、ね、ここら辺はだから多少グレーゾーンの話かもしれない、うん、この全打音の入れ方もコケって絶対なっちゃいけないとも言い切れない、そういう場合もあるの、あるみたいなので、なのでこれは迷うとこですが、ただ世の中は前に出してばっかりなので、私ちょっとあれ、天の弱じゃなくて、なんて言うんだっけ、へそ曲がりじゃなくて、人と違うことが好きと、ちょっとそういう性質が邪魔してるのか、それともそれがね、真実の音楽を追求してるのか、そこは微妙ですけれど、ただいろいろ考えることが大事だという。このミファソファは今喋ってて分かんなくなっちゃったから、一
緒に弾くのがいいかなっていうふうに一応思ってたんですけれど、この装飾音は白のと一緒に入れるという装飾音については、ただその前のこのフハク頭、ハク頭、ハク頭イオンね、あ、分かった、今面白いのが見えた。ミファソファっていうのはこうイオンですから、こうやってちょっと大事に弾くというのはこれはいいかもしれないですね。ミファソファ、ミファソファってちょっと大事に弾く、ちょっと膨らませ気味にするぐらいの、あれ今失敗よ、大事な音なのは確かです。で、チェルニー先生の裏技を使えば本当に最後までゆっくりして、なぜにこの運命は果てない、というふうに続くという、やっぱりすごい時間、2楽章いかないですね、行くつもりでいたのに。ガバッとちょっと最初に戻るという、うん、おかしいな、もっと進むはずだったんだけどな。半周しちゃったり、急にゆっくりして、ここではピアノなんですね。でね、これも半周しっていうふうに書いておくべきだったかな。半周しして、急にセーモールが聞こえる。何調でしょうね。っていうふうに、アスですね。そう、先に面白いんですけど、こうやって先がレッドシードドー、ここら辺にアスドアが見えるんですよね。A フラットってことは、これはトニカに聞こえると。というと、ここら辺はもうアスドアだっていうのが解析の仕方として、ここら辺に先にトニカがを感じられるんです、多分。で、逆算して戻ってきて、じゃあここのもう11小節目できっとこれがもう明日というふうに考えていいんじゃないかという、こういうふうに逆算で転調を調べていくというやり方は私はおすすめです。するとラストレミファー、これが第6音が混じってているってことをちょっとチェックしたり、レラシドレっていうのが第4音になっているとかで、ここはシレファっていうのが2の和音になるのかな、ラシファで2だったり6だったりっていう音があって、もう一個面白いのが、今バッチリ聞こえてますね、これね、この音がタイでつながっていて、こうやって濁る、これはなんていうかわかります？このラ、軽流音です、その通り。そう先生、軽流っておっしゃるので、そう、どういうこの軽流が軽流してる、後で濁るので、このラの音、これ結構テヌートで響かせておくと、置かないと聞こえないんです、あんまり。なので、軽流音っていうのはピアノで弾く場合はしっかりこうやってしっかりテヌートで、親指です、もう1の指で私は
バッチリ弾こうと思いますけど、経由して2のは ってなるんですけれど、でアスドゥアに落ち着いていくわけですね。アスドゥアっていうのは F モールにとっての、うん、そう、この曲 F モールですから、そこから考えるとさっき言いましたよね、平行調もで、はいはい、平行調に、単調の曲は平行調に転調するっていう大体のそういう常識というか習慣があるんですけど、やっぱ平行調行くんですね。うん、一瞬Cモールを経由したと言っていいでしょうか。それからの、そう、こうやって平行調へ行ったんだなということがわかる。すると見る、どうするあそ、いい、ここら辺アスドゥア、ここで先を急ぐ、見る、どうするあそ、フォルファミレシスをファミラ、さっきやりましたよね、いきなり展開部からやっちゃいましたけど、すると今いきなり20小節の解析入っちゃうんですけど、これさっきやった通り半周詞にして、これ第6音で、そしてここも第6音でファー、これ属七だとか属九だって話をしたあれです。で全周詞するねっていう同じパターンで出てくる。これうん、どんどん書き足していただくと、というわけでアスドゥアですよね。アスドゥア、うん、さっき行きます、どん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 、何かっていうと同じですから、さっきやったのとそれをそう応用して、で何がやりたいって、ここら辺ずっとそしらららららら、実はどんどん書いていいんです。明日ここら辺も皆さん段組違うかもしれないけど、フォルテって33小節になったところもご自分の楽譜見てていいですよ。もうこうなったらもうアスドゥア以外聞こえてこないんです。ほら早い、はい、終わったほら、はい、これを期待してたんです。インベンションじゃこういう風にできなかったと思う。もう平行調転調したらこのまま定時部アスドゥアで、うん、ほら定時部の解析終わった。まだ終わってないけど調整は分かるんです。これを私期待してるんです。わかります？皆さんもどんどん書いちゃって大丈夫。というわけで、なんだっけ、再現部どこにあったっけ？ F モールでしたよね。101小節で、すると、ああ一筋縄ではいかん。だけど、形よく出てきますね。これこの形はこれ半周詞ですよね。もう一回だけ書いておきますけど、今度は119小節の話で、これが半小節だっていうことは、半周詞だっていうことはで、同じように第6音に始まって第6音続く、続七がぶつかっての全周詞、もうこのパターン、ね、展開部であれだけ出てきたので、ってことはこれは F モールだということが言えると。すると先急ぎますよ、はい、その先はミソファファラソソシラ、まだ映してない、大丈夫、うち出てきます、まだ新しいことやってない、きっとこの後大丈夫。 F モール F モール F モール、はい、はいはい、 F モール F モール、もうこれはもう転調しませんでしょう、おしまいなんだもん。最後は F モールで安定するというのが分かりますか。はい、終わった。これでこの曲の調整、展開部を残して、まあちょこちょこ全部、今乱暴に言い方してますけれど、お、今 80% これで調整、この曲の解析は終わった。その上で246を細かく調べていくというところまでいけるのかどうか。アスドゥアに13小節になったわけですよね。
気になるのが楽譜の問題。どうしようかな。13小節。スタッカート皆さんどう書いてますか。この16分音符のの後の四分音符2つだ。いかがですか。これだけ弾くと、11。これスタッカート書いてますね。ここいかがですか。書いてますか。カッコになってる。そう、ベーレンライターはカッコになってます。ウィーン原点版いかがですか。この11、12小節目のここスラの後、スタッカートが普通に書いてますか。オッケーオッケー。変霊版はいかがですか。この10、11、12スタッ、これがスラのスタッカート、スラってスタッカート、これがベーレンライターが一歩進んだところです。ここはベートーベンは書かなかったんですね。ハテナなし。これだから今そのまま書いているか、あの楽譜に書いてある方はこの2つカッコしてみると面白いかも。でベーレンライターのマークとしてはおすすめはこれがいいです。ベアルでカッコ、 B と大文字、あ、じゃあ小文字の A、 ウムラウト、ベアル、これでこれでクマって意味になるんです。ベで、ベーヘレンライターはここにクマがいます。います。クマに星があって、このクマさんで何かっていうと、これですね、なんだっけ、北極、忘れた、忘れちゃった。ね、北斗七星のどっかの横にあるベーレンライターっていう名前のちっちゃい星があるんですって。で、これは目がいい人でなきゃ見えないんですって。で、ベーレンライター社は、その目が見えいい人でなきゃ見えないようなところまで細かく、あの原点の資料 を調べて、そして出版しますよというのがこのベーレンライターという星の名前と、それを象徴するこのマークで、もともとはベアにライターっていうのは乗るっていう、あの騎士とか乗る、本当はできた、あと会社できた当初は第二次世界大戦の前後にできたらしいんですけど、まあまあ新しい会社で、でだからそういう原点版の意図を求めて、最初は本当に熊の上に子供が乗っかってるベーレンライターっていう、そういうマークだったのが、今は熊星になって、この星の意味だよっていう。でドイツではもう目を凝らして見ないと見えないという、そういう意味でこの晩はデルマール先生っていう方が、あのベーレンライター、ベートーベンをここ数年かけてそなたを調べ上げるだけ調べ上げたということで、スタッカートのここはベートーベン書かなかった、だからレガートにするかっていうと、これはグレーゾーンです。私もレガートまでしなくていいと思う。だけど全部スタッカートにするのも、次見ましょうか。 3つ目の小説、これスタッカートですよね、が書いてあるんです。ベーレンライターは13小節目で、ここの14小節目はなし、はてな。だからスタッカートとフロー、ちょっと少なめ、スタッカートと最後はとスタッカートにしすぎないで、これこういう音で終わってるんです。これアスドゥアの全終始してますよね。ここ14小節です。これは分かりません、誰にも。もうベートーベンが書き忘れたんだって言ったらですし、あるいはベートーベンが書き分けたんだって、私は書き分けたかもしれないって、せっかくこのね、このベーレンライター、もう目を凝らしてベートーベンが書かなかったものは書かなかった、だけど括弧として書いてるこの楽譜をどうぞ自由に解釈してくださいって
これを。こうやって弾き分けたいと、もし思うなら、やっていいですよ。っていう。でもこれはちょっとこれ見よがしにやりすぎかなってもし思うなら、これはスタッカート、少し弱め、最後は全員休止して、なんかフェアマイデン、ちょっとスタッカートを、フェアマイデンってドイツ語で、シリーズの世界にフェアマイデン、柔らかくする、加減するとか、そういう余地が残されてる。すると、この楽譜面白いんです。やっぱり、うん、やっぱヘンレーウィンゲンテンをまたさっき一歩先に進もうとしている。だけどデルマー先生曰く、私銀座で会ってきているので、このあの講座じゃなくて、そういうなんていうんですか、講座じゃなくて発表会じゃなくて、この京都でまたいらっしゃる、うんうん、ね、まあ、会社としては売りたいわけですし、あとせっかくキャンペーンだったかな、うん、集まりがあって、それでそう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 、で行って直接会ってきて、でもう質問の時間もあったりとかして、スタッカートが書いてあるととか書いてないところはどうなんですかって言った時に、あの往々にしてベートーベンは省略したこともあると、もうずっと同じのが続く時に、なぜかベートーベンは時間がなかったからだ、ね、全部書いてるのはもう時間がもったいないっていうふうに考えることもできますよと。ただ書き分けてる、まあベーレンライターとしてはそれが括弧で書いてる書いてないを区別してるから、あとは奏者のが自分で考えてあのして構いませんと。ただ省略してるということがたくさんあるということは、特にあのシンフォニーなんかもう凄まじい音数なので、てっ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 て一小節書いたらその後書かないっていうのは、もうこれはもうてっ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 て、ただこの場合は書いてあったり書いてあったり書いてなかったり書いてあったり書いてなかったりっていうのが、なんか書き分けてるように思えなくもないんです、私には。全部同じじゃつまんないので、で全終始してるという音楽性とも考えて、ここまで考えてみると面白いかなと思っております。全終始で、これ面白いですね。ラスラーソドベル第4音、これ大事な音、これバッチリぶつかってるので、この D フラットメジャーセブンとでも言いたいような、ね、サブドミナント4の和線でぶつかって、ベートーベンはさらに膨らませてほしいと言ってる。ドシーがラーシー第2音ですね。イオンは減衰するって私はあのね、いうこういうことが多々ある、絶対そうだとは言えないんですけど、この場合は減衰じゃなくてベートーベンが膨らませてほしいって言ってるから、このイオンでさらに中で膨らませて、ここで終わってますから、何終止だか分かります？アスドゥアーのその通り、ドミナントで止まってるからパッて半終止だから、サブドミナントで膨らませて、レナチュラルっていうのはラシドレ第4音のちょっとね、ちょっと情報変したもの、ただここにね、このクレデクレッシェンドどこに書いてますか？変例版とか春秋社版とか、これだけ見るとこの後はもう減衰してるっていうふうにここには書いてるんですけれど、ただですね、これはもうこれを減衰させるふうにベートーベンが望んだかどうかは私は分かりません。私はこれなぜかというと
レは増与度が出てくる。レは実へ目指してる音。ドミナント、五の音を目指してる。このね、同音っていうことは、これは何かというとドッペルドミナントになるわけです。増与度の音だから、これちょっと大事なんです。だからこれを杓子定規でやってましたっけ、イオンがあってぶつけてこれを減衰させなきゃいけないって、もうこの通り弾かなければならぬではなくて、これは私は右だと思っております。このマークはドシーラーソ、右のためかなと。ここもだから第4音があって、でどうしてもこれをね、この2拍目を大きく絶対したいかどうかは分かりません。だからカッコしておく。でまた半周詞して、これしつこいですね、やっぱりこの人3回好きですね。3回やってね、み2回目なんていうのは、このドがこうちょっとテヌートで弾いておかないと、ここでぶつかったことがわからないから、もうかかるって一つも書いといて、軽流音が出てきてるわけです。これは面白いですね。これが異音です。このいきなりぶつかった、といきなりぶつかったら異音なんです。だけど前にかかっていたら軽流音。これはとてもいい例ですね。こうやってイオンと軽流音、これはどっちも大事です。同じように歌ってほしい音だそうです。というわけでイオンは最初から歌って、さらに歌って、で半周詞で軽流音膨らんで、また半周詞、今度はフォルテで軽流音からのっていうことになっていくんですけれどですね、ドミレドってしっかり歌い込ん でここで音がぶつかって、でシー、まあここは中膨らみ書いてないですね、もうね、ドシーが第2音か、まあ一応書いておきます。で今日これまでですね、私多分ほとんど右足を2時間使ってこなかったんですね。実はベートーベン、もちろんペダル使っていいです、使っていいんですが、おすすめのシュルツ先生、難しいのはペダルをすごく少なく弾いてる時に、一回褒められたのはって弾いてるのを非常に喜ばれて、いいぞ、ペダル少なめでわーぐちゃぐちゃって弾くんじゃなくて、だったりペダル音楽給付、私は音の長さすごい気にしてますよね。でだけどここの本に一箇所あるのは、書いてある以上にベートーベン自身ペダルをたくさん使って弾いていたという、そういう証言もあるんです。だから正直ここ数年迷い続けますけれど、ペダル少なめでこの書いてある通りにぴったりぴったり、ここで離す、ここで離す、ここで離して、離して、離して、ここはスタッカートで、スタッカートがあって、スタッカートであるのかないのか、今ずっともう足組んで弾いてるぐらいなんですけれど、こうやって一つベートーベンを大真面目に、バカ真面目に、バカ真面目って言っていいかもしれない、もうね、ダダダダダ、バカっていうのはね、
馬鹿さんをバカにしてるんじゃなくて、もうただまっしぐら書いてある通りに一つ弾いてみるぐらいの気合を入れて練習、この楽譜に向き合うというのは、これを今とことんやってるわけですよね。これをとことんやって、いろいろああだこうだ考える、指の都合を考えることで、我々はレベルアップをどんどんしていけるだろうと。そこでここペダルもうちょっと使いたいっていう時には、もうまるでバッハみたいに。ところがで、今なんでその話出たかっていうと、出た、ここどんどんこれペダルが必要になってくるんです。オクターブペダルなしでこのすら無理、無理なんです、絶対不可能。なぜなら1がこの親指ばっかり出なきゃ弾けないので、イコールここで今日初めて出ました、ペダルペダルペダルで、ここはあちゃ、どうしようかな、これをペダルペダル、これ必要ないですね、これ左手が3度なので今間違えて書いちゃった。どこでペダルが必要か、これをとことん調べ上げる。ここいらないんです。左手は3度っていうのはペダルなしで指で弾けちゃうので、ところがここから C から B に動くときはペダルが必要なんです。というわけで、ここはペダルが必要。一拍目でシッて弾いた後、このレフラットファとレファ、これのレガート、これも無理なんです。なぜならこのファファっていう反復音がありますよね。だからファとファの間に私は縦線一本弾くと、これは音が反復しているということを表すんですけど、これをこう上まで上げないでギリギリでファ、ほらこれがレガートだろってバドラスコダ先生は言ったんですけれど、言ったんですけれど、できなくはないかもしれない。ただそれもまあグレーゾーンの話ですね。そういう弾き方もあるかもしれないけど、ちょっと特殊じゃないかなと。でどうせここら辺ペダルは使ってますし、とにかくですね、ここの反復音があるから一拍目裏もペダルで、次はオクターブが動くから二拍目もペダルが必要。ペダルペダルなし、ペダル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 、ね、これも、まあ、ずらせば弾けるってもし言われるなら、そうなんです。親指でずらすとレガートはこれできるんです。よし、じゃあ何かと言ったら、ここはペダルでカッコしてもいい。で最後はここいらないです。というわけで、ここの17小節、ここ中膨らみした音の後、このファの反復音のために一瞬ペダルを私はここで初めて入れていいかなと考えております。ここイノシーって弾いた後にペダルを踏んで、ちょうど音のペダル踏むとやっぱり弦が解放されるから音が膨らむっていう効果も多少あると思うんです。1回目はこれペダルなしで弾きます。そしてここはちょっとペダル使って、ペダル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 を使う、というペダルをについて冒頭に戻ると、ここで書きたいことはペダルとそれから反復音という
これも調べ上げるとどうなるかなという、ペダルが出てくるんですね。その先はですね、したんですけど、なんか物足りなく聞こえません、これ今の。今27小節ですよ。笑っちゃうのが、これ両手同じ音ですよね。これ楽譜通り弾きましょう。8分音符は8分音符っていう、ここでファの音を小指をあえて伸ばしてるんです。フィンガーペダルって言うんですけれど、これこの音形ですよね。名前ついてるの分かります？この伴奏音形、アルベルティバス、ありがとうございます。その通り、ここにアルベルティさんがよく使ったらしいです。アルベルティバスって名前覚えておくと便利ですけど、で、そう、ドソミソドソミソ、これは私が、あ、はいはい、ありがとうございます。ここはよいしょ、このアルベルティバスは、はい、音が充実するためになんかこうやってあえてちょっとドゥビッシーみたいな書き方ですけど、バスの音にスラを書いてるつもりです。これでちょっと伸ばしてもいいんじゃないかなと。これっていうのは第5音で終わってるから、27っていうのはこうやって半終始してる。レラレミレラレミっていうのはこういうことが言えますし、ソミソラソファソラソミソって、私つい今歌っちゃったんだけど、歌いたくなりますよね。でもソファソラミじゃラスドレミ第5音なんです。これはソファファなんです。これはファと絶対歌うべきですよね、第6音だからね。私ソミって歌うのは昔の癖です。やっぱり鍵盤だとミだから。でもこれは決して高い、いい、良いことではないです。これはね、本当にファフラットであるという。そしてソファソパってここで休符になるっていうことは、ソで終わっちゃってるから、ここは半終止、ここら辺からね、こう、そう、時間ですね。そうなんです。はい、なんと、あら、2時間あっという間に、2時間以上やってますよね。もう先が思いやられますですね。でも今日はじゃあここまでにしましょう。ありがとうございました。